当にこれ冷たい言い方だけどもね、能力がないってことなんだよ、病気になるってことは。それを理解できないと経営者になっちゃいけないの。金でございます、よろしくお願いします。先日、マネー成立しまして、はい、そのご報告させていただきたくて来ました。はい、本当に差し上げますんで、何かあってもですね、はい、持ってこないでくださいね。差し上げますんで。高橋社長が、はい、おにぎり屋さんの方に投資したあの車が私どうしても使いたくって、とてもそれにこだわりました。はい、時の自分もいつも負けてるような気がする、はい、だ見返してやろうよ、はい、この人たちを、はい、あ、はい、の言葉、はい、で、あのおにぎり屋さんの方が、はい、ダメになってしまって、はい、あの車がなんかすごく思い入れがある車に私は感じたんです、はいはいはい、負けず嫌いなもんで諦めたくなかったんですよ。であのおにぎり屋さんがあったから次の何か縁で始まった商売が当たってくれればこれ無駄になんなかったよねっていう話したかったんですよ。なんでリベンジさせてくれないかってことで番組のにお願いしたんですけども、でそれをそういう形でそういう気持ちで使っていただけるっていうのは僕にとってもすごく嬉しい話でございまして、ごめんなさい、最初に縁起の悪いこと言ってしまったんですが、いい意味で念が入ってますんで、はい、使って成功していただけると嬉しいです。はい、ごめんなさい、ご主人が韓国の方なんですか。そうです。在日の方ですか。はい、ご主人にですねぜひとも伝えていただきたいんですが、はい、名前変えない在日の方好きですって、そこで必ず負荷がかかるはずなんで、それを受けたあえて自分で受けて生きてる方で、それをまた日本の方でご結婚されてその名前を名乗られる金さんも僕は好きなんで、そういうものっていうのは多分事業に必ず現れますんで、そういう姿勢っていうのが、その姿勢で事業すれば特別大儲けしようとか考えなければ、本当商売って簡単なもんですから、成功するっていうふうに僕は本当に確信してますんで、気楽にやっていただいて成功してください。今私がずっと思ってた信念のようなことをおっしゃってくださったので、とても感動してます。はい、ありますね。おお、感動。じゃあいきます。どうぞ。どうもありがとうございました。おいしいのおいしくないのどっち。まだ味バラバラじゃない。ああ、いたいた。金さん、どうも。こんにちは。こんにちはというか、いらっしゃいませというか。いらっしゃい。今日オープンだよ。前作さん、オープンだな、ね。どうですか、調子は。一生懸命やってますけど、ちょっと今気が緩んじゃってすみません。あ、いえいえ。頑張ってます。赤ですよ。キムチ。ね、前は。オレンジ、マオレンジでしたよね。一番そのキムさんの中で、主力となるキムチっていうのはどれなんでしょうか。やっぱり白菜の特選キムチですよね。そうです、別キムチですよね。もう一回食べてみます。いいんですか。いただけませんか。仕事の邪魔じゃないですか。相変わらずうまいですね。うまい。はい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 。うまいですよね。美味しいっす、本当に。辛い。料理を作るんですけど、仕事で、はい、蜂蜜の味が使っても出ないんですよね、全然。安い蜂蜜はね、ちょっとね、蜂蜜だけじゃなくて、まあ、他のものも入ってるものも中にはありますんで。料理に適した蜂蜜とかっていうのは何ですか。アカシアの蜂蜜とかね、そういうのがいいでしょうね。この蜂蜜ですよ、粉も入れますから、どうぞ食べて。はい、いいですよ。これはもうそのまんま、純度 100% です。全く何もしないです、そのまんま。
何でしょう。これはね、今のやっぱアカシアの蜂蜜になりますね。すごい程よい甘さっていうか、今まで使ってた蜂蜜とは全然違うので、そうでしょうね。美味しいところがすごい出るんじゃないかなって蜂蜜の思ってるんですけど、苦戦してみなきゃ分かんないですからね、うん、こればっかりは。疲れました。眠い。食べてみようよ、まずヤンニョンの味から。はっきり言ってうまい。これは美味しいよね。癖あるな、この甘みに。僕は癖がある感じるんだけどね、甘みに。辛さがこっちの方がマイルドだね。全く同じ唐辛子。マイルドじゃないんだよ、甘みが多いんだよ。美味しいの美味しくないのどっち？でいけるかいけないかっていう手応えがあるのかないのかっていうのを聞きたいの。私はないんだったらもう一回作り直しだよ、そういうことを考えてるんだったら。店舗じゃないじゃん、今度は移動して販売していくわけじゃんね。もう一回あのキムチに巡り合いたいなって思ってもらうぐらいのものを出したいじゃん、わかる、うん、今度はお客さんが私たちを探すんだよ、どこにいるか。移動してっちゃうから、そこまでして食べたいと思ってくれるキムチを出さなきゃいけないんだよね、うん、やっぱ一番おいしいのはどれだった？だよね。これいけるよね。これを新商品にするか。実際に目標額自分で決めた目標額を達成できるように一日頑張ってやっていきたいと思います。河原にバーベキュー場に持って行って売るということを。目の付けどころはすごくいいですよね。私たちあの金さんのデリキムチというキムチ屋さんなんですけれども、2,3 人前たっぷり入って500円になってます。1個お貸していただけませんでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。焼き始めですよね。お肉にも焼きそばにも最高に合う味です。甘い。ありがとうございます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 。の方が動き出す時間帯、お迎えですとか、はい、お買い物ですか。2時から4時にかけてはマンションとかの敷地内に行って路上販売をしたいと思ってます。大変お待たせいたしました。手作りキムチの移動販売車、キムさんの練りキムチです。皆様お誘い合わせの上お買い求めください。こちらで試食販売しております。いかがでしょうか。もうね、お渡ししますので。いらっしゃいませ。こんにちは。ただいま5分少々お待ちいただくことになってしまいます。申し訳ございません。すいません、ちょっとお待ちいただくような形になります。申し訳ございません。大変申し訳ございません。今日はそんなにお待たせすることなくちょっと考えさせていただくんで、今日はすいません。切りたてなんで。さあどうぞ、切りたてのキムチ試食してみてください。はい、さっきり言ってんまい。これはお疲れ様。ご苦労様でした。終わりました一日。とりあえず突っ走った一日でしたけど、はい、なんか感無量ですね。下にガッていくと失敗するかもしれない。聞いてると非常に堅実だもん、やってることはね。で聞いてて堅実、ごめんなさい、聞いてて堅実な人がこういうことやりたいって出てきてるんだから考えてあげたらいいじゃないですか。まさしくタイミングって僕はすごい必要だと思ってて、僕も自分でずっと仕事やってきて鉄を熱いうちに打ちまくってここまで来ますんでね。僕はっきり言えばやる本人のね気持ちなんですよ。絶対こんなものはどんなね美味しいものだって本人にやる気なかったら絶対潰れるだけでしょ。だからね、金さんが本当に
ね、これにかけてやるっていうんだったら僕はその気持ちがすごい大事だと思うね。では、今日オープン初日の、売り上げを、教えていただきたいんですが、じゃあ結果の方をお持ちいただけますか。お願いします。ちょっと集計してきます。はい、出ました。はい、はい、では今日一日の売り上げを教えてください。73,642円です。当たりましたね。嫁さん的にはどうでしょう。はい、実はですね、彼女が前に名古屋に来た時にたまたまテレビ入ってなかったんですけど、僕に言ってくれたことがあったんですね。今までね、その動いてきて、もちろんそのお金を稼ぎたいっていう一心でやってきたと。でもその、僕と関わる中で自分には別の目標が出てきましたっていう話になって、ごめんなさい。いつかね、自分がちゃんとやれるようになったら、僕が今回金さんにしたようにね、誰か若い人を応援できるようになればいいなって言ったんですよ、彼女が。で、僕はすっごくその言葉嬉しくて、もちろん商売ってやっぱり儲けなきゃいけないんだけど、僕も今まで学生時代に応援団やってましたよね。でずっと自分で仕事してきて、なんか子供を応援してね、から例えば働くお母さんを応援して託児所やって、今こうやってテレビに出て新しく仕事をしたいって思ってる人たちを応援してますよね。すごく自分で仕事としてやりがいがあるんですね、やっぱり。で、人を応援することっていうのはすごい楽しいことなんですよ。で、まだ始めてもいないのに彼女がね、なんかそういうこと言ってくれたことなら、大きくなって儲けますとか、そんなことって多分誰にでも言えるじゃないですか。で、彼女もやっぱり今生活が大変で、もちろん最初にそのことを考えなきゃいけなかったはずなのに、その過程の中でね、僕にそういうふうに言ってくれたことっていうのは、僕は本当にすごい感激したんですよ。ごめんなさい。うん。いろいろ僕も投資をさせてもらったりしてきましたけど、今回本当に関われて、すごく僕こそいろいろ勉強もさせてもらえたし、よかったなって思いますね。僕もなんか40超えてもね、ずっと応援団のつもりでいるんですよ。金さんもね、いつか応援団になってください。いくらを希望しますか。360万円を希望いたします。そのお金の使い道は、はい、本場韓国のキムチ惣菜を移動販売車を使って販売したいと思っております。本場韓国のキムチを移動販売っていうことは車で、はい、それはどういうふうなことなんですか。キムチという商品、いろんな展開に目先を変えて販売することが可能です。一日を通していろんなところに出向いて販売する、ニーズをキャッチしてターゲットを絞り込んで販売するということをしていきたいと思ってます。なんでキムチだったの。
どうしてキムチだったの？もともと私がキムチを好きだっていうこともありまして、主婦の時からキムチを作る趣味程度にやってました。で、作ってるうちにそれを誰かに食べさせたくなってきまして、で、まあ売れたらいいなっていう気持ちはもちろんあったんですけれども、お友達などに広めていくという方法をとって、月何万円かの収入になりました。で、その中で今度はキムチを作って河原にバーベキュー場に持って行って売るということをやりました。うまくいったんですか、それは？うまくいきました、うん、目の付けどころはすごくいいですよね。他に例えば朝とか夕方とか夜とかっていう計画があれば、はい、まずそれを教えてもらえませんか、はい、主婦の方が動き出す時間帯、うん、お迎えですとか、はい、お買い物ですか、2時から4時にかけてはマンションとかの敷地内に行って路上販売をしたいと思ってます。そして今度夕方の買い物客をターゲットにして、スーパーとかの路上とかそういうところで、キムチを、これスーパーの路上で売るときにはスーパーの了解もいるし、そこに対してのロイヤリティみたいなものは考えますか？はい、かかります。かかりますよね、はい、その単純に売ることだけじゃなくてロイヤリティが発生しても収益上がるっていうことはちゃんと考えてらっしゃいますか？そこのところはやはり卸という感覚で、うん、金さん自体はあれですか、やはり韓国のご出身というか、主人が日本ということは、旦那さんがこれを主にやるわけですか？私がやりたいと思ってます。なるほど、はい、今金さん自体は何かお仕事はされてるんですか？キムチを製造して販売する仕事、店舗を持ってやっております。もう店舗をお持ちなんですね、はい、ちょうど1年に。じゃあ経営をされてるわけですね、はい。で、今その店舗っていうのは旦那さんもいらっしゃるわけ。はい。なるほど。それまではご主人は、はい、広告代理店の、はい、いろいろ、役員とかをしておりましたね、はい、うん、はい、で、その代理店がなくなっちゃったんですか？いえ、退職しましたので、はい、それをきっかけにキムチを売るということになりました。今金さんね、こうずっと聞いてて、今あなたがずっとこう話してることとかっていうのはあなたのアイデアですか、旦那さんと2人のアイデアですか、旦那さんですか、どっちですか？正直申し上げますと全部私のアイデアです。ということは今までの仕事に、例えばご夫婦でやられたわけで、そのどっちがいい悪いは言いませんけども、仕事においてはどっちが主導権を握ってやってるんですか？私です。キムチ自体をつけてるのは私です。じゃあ旦那さんはもう売るだけ、店舗に立ってるだけ。あとはやはり、私がやっぱり社会経験がずっと薄かったっていうところもありますので、そういった点の手助けは大変してくれてます、うん、ご主人は失礼ですけど、そのこの仕事をこれからもやり続けようというふうにお考えなのか、はい、今はやってるんだけれども、もし金さん自体が、これでうまくいけば自分はまた別の道を行こうと思ってらっしゃるのか、どっちですかね？キムチを2人で盛り上げていこうという気持ちです、うんうんうん、ところでこの360万の内訳は何なの？以前移動販売車を使った商売という応募がありましたので、私は名乗り出ました。あ、おにぎり屋のやつですか？ご存知ですか？オレンジの車です、はいはいはい、あの車をぜひ活用させていただいて、うん、私が利益を生む代表になれたらと思ってます。最近なんかあっちこっち商店街歩いてるとキムチのお店っていうか、もうほんと3坪ぐらいの店がなんかいっぱいあるんだけど、早い話ライバルが多いってことじゃないですか。はい、ね、そうするとやっぱり自分とこの金さんとこのお店の特徴みたいなのが強く出てないといけないと思うんですけども、はい、商品の差別化としては、日本人の方ってタレが多いキムチがすごく好きです。タレをふんだんに使います。そして、あまり辛すぎないものを販売しています。後から来る辛さみたいのがうちのキムチの特徴です。あと何しろ丁寧に作ることを心がけてます。この人が売れば売れると思う。絶対売れる。売れるでしょうね。
なんか今日は物は持ってきて見えるんですか。はい、持ってきております。これは試食ができるってことですか。はい、はい、ぜひ食べてください、はい、よろしくお願いいたします、はい、今日、社長様方たちに食べていただくのはうちでいうネーミングが列キムチというキムチです。強烈の列と書いて、列キムチです。辛口と甘口がうちにはあるんですけれども、甘口の方はちなみに鮮キムチというネーミングで売ってます。それは新鮮の鮮と書いて鮮キムチです。今日は、やはり塩辛類をふんだんに使った列キムチの方を召し上がってください。普通のキムチとそれは違った。美味しいでしょうね、これ。多分美味しいと思います、うん、この人が俺が売れると思う。絶対売れる。移動販売にする際の、セールスのポイントとして、切りたてのキムチを目の前でこちらから取り出してお客様の目の前で切ってパックに詰めてあげるというサービスを考えてます。あとは食べやすさをサービスに加えて、販売したいと思ってます。このようにキムチが漬けてある。それでどれぐらい漬けたものなんですか。これで、5日間ぐらい漬け込んだものです。5日間というのは深漬けの方なんですね、もちろん。今の時期ですとちょうど食べ頃です。冬ですと浅漬けです。夏ですと疲れすぎてしまう時期です。辛さが自慢のレツキムチ、果たしてお味は。よろしくお願いします。ありがとうございます。美味しいです。はい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 。うまいですよね。美味しいっす、本当に。辛い。皆さん辛いの苦手でしたね。でもそこまで辛くはないよね、このキムチは。もしよろしければ甘口のキムチの方をお持ちしましたけど。あ、大丈夫です。はい、はい、あともう一つ、見ていただきたいものが あります。当店ではとても人気がある商品です。ごまの葉キムチといって、韓国の初夏の香りがする味です。白いご飯をくるんで食べると何杯でもいけると言って。いや、いけるでしょうね、それ。あとこれはイカのキムチです。手間かかりますけれども、産地直送のイカを仕入れてさばいてキムチにしています。これもとても人気のある商品です。よかったら、紙皿の方用意してありますので、お箸だけお持ちになって。あ、そうですね、はい、これ持って行きましょう。お箸持って、よし。これは美味しそうだわ。うん、これいただきます。いいんですか、この直箸で。ごまの葉固まってますか。ごまいいですね。全部試食してみよう。これがきゅうりの一本漬けです。食べづらいですけれども、ちゃんじゃ美味しいよ、うん、ね。このイカ美味しい。うまいですよね。うまい。このイカは何、あの、あらわた、なんかわたが入ってるわけですよ、はい。ちゃんじゃ美味しいですよ。ちゃんじゃ美味しいよ、うん、ね。たらこが入ってる。たらこ、確定的ですか。確定的にたらこ入ってるんですか。うん、あ、なるほど。うん、まあまあ、ごちそうさまでした。話の腰折って悪いですけどね、今下手にガッていくと失敗するかもしれない。つまり、あの、いっぱい広げたがゆえに見た目には美味しそうだけども、正直言ってこれはあまり私の味では好みではなかった。やっぱり本業のキムチで
出たんであれば、やっぱそのキムチをもう絶対的な地位まで上げていく、そしてその次に何かを手掛けていくっていう方が失敗しないんじゃないかなと思うんですね。聞いてると非常に堅実だもん、やってることはね。で、聞いてて堅実、ごめんなさい、聞いてて堅実な人がこういうことやりたいって出てきてるんだから、考えてあげたらいいじゃないですか。めちゃくちゃなこと言ってる人じゃなくて、これだけお話ちゃんとできる方がね、うん、その金額は僕360万ってそんな別に高いと僕は思わないんですよ。この番組には、うん、ほら二面性があるじゃないですか、うん、その堅実でその安全性をその見るということも一つですけど、やはりその良くも悪くもギャンブルというかね、この賭けで行くというその一つの夢ですよね。その彼女のその夢にかけれるかどうかという要素がなくなったら、ここはつまらないと思います、ね、というのはね、私なぜあのその堅実だっていうのに言うかっていうとね、はい、多分2人ですごい夢を持ってね、はい、されてると思うんですよ、はいはい、でこれがこの360万がなければできないことじゃないと私は思ってるわけ、はい、で本当にこれがなかったらもう夢、自分の夢は実現できないんだということじゃないような気がするんですね。実際情熱があって着眼点がそんなに間違っていなくって、今始めたいっていうようなところでね、でそこで乗れるか乗れないかっていう我々の考え方ですよね。それは僕あのはっきり言えばやる本人のね気持ちなんですよ。絶対こんなものはどんなあのね美味しいものだって本人にやる気なかったら絶対潰れるだけでしょ。だからね、金さんが本当にね、これにかけてやるっていうんだったら、僕はその気持ちがすごい大事だと思うのね。あのキムチは僕辛いけど好きなんですけど、美味しかったっていうふうに正直に自分 の感覚として言うことは全然できないんですけど、あのでもお金を出します。全額、はい、360万、はいはい、いいですか。いいなしです。どうぞ。いいですか。いいなし、はい、この時点であなたの希望額に合計額が達しましたので、車の移動車の使用権が与えられます。満票成立です。おめでとうございます。頑張ってください。一生懸命やらせていただきます。今日金さんはずっと見てて、すごくこういろんなことに配慮ができる方だなって思ったんですね。あのこういうやっぱりその食べ物を売る仕事ですから、心を持ってお客様に接することができるならば、なんかやれんじゃないかなっていうことですね。この計画にもう一つ何か必要な要素があるとしたら、私は仕事を楽しんでやる人間性だと思ってます。私には、そこのところがあると自分で自負してるし、頑張れると思ってます。よろしくお願いします。